金のための巡行通り。いやらしいな。ブーレイ。いっぱい作れ。いっぱい作れ。あ、今の聞こえて。ドゥーマ。あ、マグニでございます。マグタウンからのスタート。この辺もなんか汚いね。ちゃんとしたいね。もうそんなこと言い出すときりない。この渓谷村から今日はスタートでございます。結構ね、ちょいちょいこう渓谷村見せてくださいっていうねリクエストがあったりするんですけどね、あんま大したところじゃないんだよ。まあここマグタウンね、このマンションのところからこう繋がっております。こちらはあのこれから移住区を作ろうか作ろうまいかっていうところの場所。あ、そうそう、こっちはね、あのいるのよ、ゾンビが。あの渓谷、あっちにもね渓谷があんの。ほらよいしょ。またね。で、こちらの方をちょっと回ってみましょうか。ここはね、もともとね、あ、ボタンついてるわ、これ。いらないのに。マグタウンデパートから、今は村人村の方に連れて行かれておりますが、ここに来るようになってたんですよ。この渓谷村の住民になっていただく予定だったんですけれども、結局マグタウンの方に戻りたがってしまうことがあって、不発に終わっております。こっちの方に行きますと、大体ね、こう床が全部こう葉っぱなのが渓谷村の特徴です。あ、この村人さんいますね。いますね。あ、ここ。ほら。地下倉庫です。こっちに一応ムーちゃんも一体います。名前つけてないです。はい、ちょっと怪しい部屋に醸造台。今日こいつ使うよ。謎の小屋。ね。昔は日本語入力できなかった名残がここに出ております。ここ商店街にしようと思ったんですよね、今のところは。渓谷ナンバー3、これ3つ目に作った家だよってことです。はい、こんな感じの家が立ち並んでおり、はい、ここトロッコエレベーター、はい、ここからですね、物見やぐらで全部見れるようになってますね。これもなかなかいいよね。で、その、トロッコエレベーターの隣にはこのように階段が上がっていくと、はい、このようにですね、なんで開いちゃってんのここ。渓谷ナンバー4、こういうのがずらっと続いております。昔はここにも村人いたんだよね。で、こっちにゾンビ治療施設。もうほとんど使ってない。で、初めて作った噴水、はい、あちらの方まで家が続いております。で、地下の方行ってみましょう。はい、いた。階段があって降りると、下はなんと小川が流れ、そして作物が育っている場所でございます。で、ちょっとまあ苔とかね、苔というかツタをちょっとこう張ったりとかで、渓谷村はですね、この渓谷の底に土を植えて、そこに木を生やしました。しかも骨粉使わなかったんじゃないかな。生えてったやつだけを残して、で、葉っぱを敷き詰めて2階を作ったって、まあそんな感じの村でございます。アイディアと発想はなかなかナイスなんだけど、作った場所が悪かっただけに活用できなかったというねお話です。で、ここが事務所です。渓谷村事務所、はい、ここに寝泊まりしながら作業しておりました。昔はここ線路つながってたんですよ、マグタウンからね。まあアイディアだけで、なんとか評価をもらった村でございました。じゃあ今日もやってまいりましょう。あ、コメント見るよ。ファイナルファンタジーの新作やってるというアンケート、興味なしが一番多かった。やっぱそうなのか。そうなんだよな。いや、興味ないかなと思って、私あえて興味ないっていうのを入れてみました。やっぱり案の定でしたね。で、すでにやってる方もいるっていうね。やりたいよね。ファイナルファンタジーファンとしてはですね、やりたいです。そのファイナルファンタジー世代の友達が、このファイナルファンタジーは今まで歴代で一番面白いって言ってるんです。僕が信用できる人がね、そういう風に言ってるので、相当やってみたいなと思っております。ポーション系を入れたシュルカーボックスに、マグニーのお薬箱みたいな名前つけてみたらいいと思ったのですが、って、これいいね、19個もついてるからね。まあそんなわけで今日は、この、ポーション系に関連することをですね、やっていこうと思います。今日のアンケートこちら、アクエリアスとポカリスエットどっちが好きかアンケートしてくださいということで、確かにまあ気になるね。僕はポカリスエット派というか、ポカリスエットの方が付き合いが長いかなって感じでございますね。皆さんはいかがでしょうか。はい、というわけで、収録が自慢。行きましょう。倉庫に関しては特にありません。ここをね、ちょっとこう、回路を変えてみました。もともと作ってた僕のこう、拙いドロップエレベーターの回路だったんで、今僕が知る限りで最速のやつに変えました。で、ちょっと掘ったか。ちょっとこの辺も掘ったかな。そんな程度だな、この辺に関しては。あと、
今日はですね、また申し訳ないんですけど、早くお前ありえない村の開拓やれよって言われそうなんだけど、また倉庫にですね、新しい装置を一つ作ろうと思っております。そちらのですね、下準備をですねやっておりました。こちらご覧ください。はい、こちらです。完成品なんだけど、ここに醸造台があって、ここになんか集まってくるよっていうやつです。はい、仕組みに関してはね、またこう作りながらご説明していきたいと思いますね。こんな感じです。ちょっとちっちゃくできたんじゃないかなと思うんだけど、今からですね、私のワールドでこれ作るわけなんですが、まあ完成してね、皆さん言いたいこと一つや二つ、いやもっとあるかもしれません。でもそれはですね、胸の中に抑えるか、もしくはコメント欄に書いていただくといいかと思います。それでは本日誕生日の兄弟のためにいただきます。バカ、ガミウマス、テラウマスか、いきます、カチッ。お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い1年になることを心に願っております。おめでとうございます。よし、じゃあ今日は始めていきますよ。はい、先ほども申し上げましたようにですね、醸造台の設備です、はい、を作っていこうと思っております。この収録外ではですね、作るのにちょっと時間がどうだろう、あれで、ね、まあ30分そこそこ台で作ったやつなんだけど、まあ今の僕は多分今回の設備で限界だと思う。はい、マグニーの実力はこんなものだなのかとね、思っていただければですね、いいかと思いますけれども、よし、お腹が空いて、ちょっとね、準備から始めます。今ね、整理と準備してるところなんだけども、ここに置いてあったですね、醸造台関係のね、かなり前に潰したんだよね。あれなんで潰したんだっけ。倉庫拡張するから潰して、でなんかその後マグファームになんか行ったような記憶があるんだけど、まあそこは置いとこう。の箱をですね全部潰して、今日のマグズボックスの方に、格納させていただきました。最後に今日、まあまあ必要なオブザーバーをね作って、準備は完了でございますんでね、しばらくお待ちくださいね。いっぱい作れ、いっぱい作っとけ。はい、準備完了でございます。それではね、今日のマグズボックスといきましょうか。今日はここに作ろうと思っております。場所的にもここしかなかったんだよね。あっちにもまあ隙間あるんだけど、今回作ろうとしてる気候にはぴったり合わないって感じ。まあ入るんだけど、デザイン的にこっちの方が合う感じですね。まあとにかくやっていきますよ。いくよ、今日のマグズボックスオープン。まずこれ1つ目、これがレッドスト関係のアイテムですね。オブザーバーここに入れます。まあ、こんな数いらないんだけどね。で、こっち醸造台のか、醸造関係のものもっともっと用意しますね。でね、マグニーの薬箱を作りたいと思う。作っていきましょう。ここのこうですね、この範囲ちょうど1マスずつ隙間空くからいいなと思ってここに決めました。よし、関係ない話だけどね、今ここちょっと掘ってるんだけど、今エビチリさん、みんな知ってるよね。エビチリさんが最近始めたサバイバルシリーズ知ってる？ハードコアで一回死んだら終わりっていうサバイバルのワールドを新たに立ち上げて、そこでねプレイされて実況してるんですけどね、すっげえ俺もやりたくなった。みんなどう思う？コメント欄にご意見ください。待っております。はっけー、掘り抜いたぞ。この雑な松明今だけだからね、みんなね心配して、心配してんね、安心してんね。ちゃんと綺麗にすっから、この裏も。はい、こちらね、今日は作っていきます。上ちょっと村人の声がうるさいし、村人がたくさんなんで重たいけど、ね、まずはここからいきますかね。ちょっと回路、夜だ、こっち、ちょうどこっち来たわ。回路用ブロックもね用意しておきましょう。あ、おやすみ。これね、ちょっとね、開閉が遅いね。もうちょっと早くなんないかな。いや、やったんだけどね。心見たんだけど、僕のね、実力ではね、難しかったです。はい。それではやっていきますよ。まずは、ここ。ね。これを基準にね、ちょっとやっていきます。ホッパーが足りないかもしんないけど、横からホッパーね。両サイドね、ホッパー置きましょう。もうここは普通のチェストでいいです。トラップチェストかまさなくても。トラップチェストっていうのは、ここトラップチェストにしてると、開けてる間はね、アイテムがホッパーに流れ込まない仕様になってるんですけれども、これはですね、水入りの瓶と、こっちがブレイズパウダーね、こっちがブレイズパウダーでございますので、いくらでも入っちゃっても構わないよっていうところでございます。はい、上の方に置けるかな。あ、置けた置けた置けた。ここから必要なアイテムたちをね入れていく、ことになるということで、まずですね、ちょっと壁となるブロックを
2つ積みまして、違うわ、3つ積んで、ここに額縁、おいでこうね。で、額縁の後ろにコンパレーター、あ、おけねえパターンのやつだ、コンパレーター。もうほとんどだからこの、はい、シルカーボックスの機構と同じインプットです。はい、下向きのオブザーバーをつけます。うん、そうだね。で、ここの下掘りましょう。ここはこうだね。はい、オブザーバーにレッドストーンパウダーを置いて、ここから動力を取るんですけど、オブザーバーの下にブロックで、ここにブロック。はい、これで動力取れたので、次はリピーターでこっち、ここは最大遅延、そしてブロックを置いてトーチです。はい、このトーチの上にももう一つブロック、こうして向こう向きのホッパーね、こうこう、ここはトラップチェストにしとこうかな、間違えて入れちゃうとまずいんでね。はい、こういう形です。で、ここは閉じちゃいます。で、ここに何でもいいから物を入れてくるっと回してやると、ここ今ストップかかってんですよ。例えばじゃあこの中にね30個入れてみましょう。今、トラップチェストだからこれ開いてるうちは入らないんだけど、はい、本来ここが通るホッパーなら入ってるはずです。はい、30個動いてませんね。で、ここで1回回すと、はい、何が起こったのかというと、ここに1個入ります。1回目に1個入ります。で、もう1回回すと、はい、こっちに流れてきます。1個だけ流れてくるんです。これが流れてってここに入るっていうのが、今回の今回のというか、仕組みというふうになっております。だからこんな感じですね、つなげ方としては。はい、ここ最後つなげて やれば OK っていう形にしてあげて、これを何個も作っていくだけ。すっげえ簡単でしょ。すっげえ簡単だし、これ本当に意味あんのって言われると、自信がないですすんげえ自信ないです。こんな感じかな。こうしてあげるといいんじゃないかなと。まあこんな感じ、こうだよね。で、あとは閉じちゃえば後ろちゃんと見えないようにしますから。で、例えばじゃあここにネザーボートを入れて、一回くるっと回してやるとネザーボートがここに装填されますと、ね、いうことですね。これちょっと完成してから、まあなかなか使える機構なんだぜっていうところですね使えるか使えないかちょっとまあ本当に微妙だけど、ご覧に入れればなというふうに思っております。まあ作り方はね、あとはもう全部一緒なのでサクッとやっていきたいと思います。ぴょん。はい、ここホッパー全部つなげましょうね。で、ちょっとこっちから出てこっちから出て設置していきます。よいしょ、こうだね。で、こう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 ね。あー、ホッパーがもう一個足りない。ちくしょー、夜だー、おやすみ。最近よくホッパー使ってるからもう在庫なくなっちゃいましたよ。こんなもんかな。はい、オッケー。で、トラップチェスト並べていきます。ほいで、ここコンパレーターね。で、ここはパウダー。おっと、本当にこれだけでございます。マグリ、この機構意味あんのかよという声は聞こえてきそうですけれどもね、ちょっとまあ、その辺はですね、先ほども言いましたように胸の奥に秘めていただくか、コメント欄でぶっちゃけていただくか、どちらかにしていただければと思います。はいはい、そしてせっかくなのでここも変えとこう。はい、額縁を貼る。で、ここにも額縁貼っとこう。そしてまあこの辺りの装飾をどうするかだよな。こうやってもいいか。はい、機構自体は完成でございます。イエーイ、上手、オリジナルだぜ、完全オリジナルだぜ。うちの沢村メンバーにいる、スーパー赤石メンバーがですね、すごいの作ってるのは知ってるんだけど、あえてちょっとオリジナルでね、この醸造台に
どっからホッパーを刺せば何がどう入るかっていうのもちょっと検証から始めたりとかをやらせていただきましたね。はい、それではちょっと動かすところまで持っていきましょう。あ、しまったね、しまったしまった、ちょっとあのしまくが千代子じゃなくてあのデザインがしまったねって意味ね。はい、あのちょっと石の壁置いてみました。早くやれと言ったことをやれと、すいません、なんかかっこいいところないかな、いびつな場所をちょっとあれしてみようか、こうして、あ、いけるないけるな、こうこうこうで、あはは、いけたいけたいけたぞ。あ、でも上が気持ち悪いね、ちょっと待って、上も気持ち悪いからここも、はい、ほら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 、よっしゃ、あそこからあのいっぱい水取れるよ、いいねいいねいいね。まあ、デザイン的には、うん、こんな感じかな。これ鉄格子あるけど無駄になんかどっかに使いたくなってきたね、これね。動くかどうかもチェックしてないのに、すいません、早くやります。この水入り瓶を、じゃあこっちにしようかな、ここにいっぱい入れます。入ってる入ってる。そしてあんまりないんだけど、サバ村に行ったらいっぱい取れるこのブレイズパウダーね、入れましょう。そうするとね、はい、このように装填されます。で、あとは、入れたいものをこう並べていくだけで、今回ね 1,2,3,4,5 5つにしております。あの幅がなかったっていうことも一番っていうかね、まあ大きな要因の、あ、ちょっと穴開いてる穴開いてる、失礼、大きな要因の一つではあるのですが、これでいいかなっていうのがねあります。ネザーウォート出しましょう。とりあえず何のポーション作るにもまず手始めは ネザーウォートじゃないですか。なので一番近くのところに、とりあえずねここに全部入れましょう。はい、まだね動かないはずです。で1個だけ取って、これ1個はめますよね。もうこれで今信号出たんです。今で信号出たから、ちょっと見れるかな、ここ取ってもいいかな。はい、ここに1個入ってるでしょ、このホッパーに。これで成功です。でもう1回回すことによって、あの1個が流れていってここに入りますから、ここにね、これで大体仕組みを分かっていただけたと思います。で2番目はですね、ポーションのメイン素材を入れる場所にしようかと思ってます。あの全部並べると相当でかい機構になっちゃうんで、まあ僕の場合ね、この僕の作った機構の場合ね、簡単だけどすげえちょっとまあ大きくなっちゃうこの機構はですね、このメインとなるものをこう一つのチェストに任せようかなみたいなことですね。まあだから作る時に、入れてここ回してあげるっていう、ここ掘りまして、あ、ほんとだね、これ石の壁にしちゃったからか、ここが変になっちゃってるのか。オッケー、でここも掘って、はい、なんかチェスト置いときます、なんか。ほいでここにメインとなる素材を入れとけばいいんだよ。はい、で、回してあげるとあの動くっていうのをですねやりたいんだけど、ちょっと今問題が発覚してしまったな。ここ開けとかないとダメだな、これ。今ここ何が入ってるのかチェックしないとダメだ。また穴が見つかっちゃった。1個置いて入れて1個入れます。そうすると1個入ってるね。はい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 、こういうことです、皆さん。じゃあ2個目はグローストーン、グローストーンもね使う頻度高いはずなんで、グローストーンでしょ、よいしょ。で最後に火薬だね、最後火薬だよね、火薬。はい、こんな感じかな。手で作った方が早いよ。ああ、言っちゃダメ、言っちゃダメ、言っちゃダメなんだよ。それはね、本当に言っちゃダメ。ね、みんな、分かった？絶対言っちゃダメよ、それは。意地でも言っちゃダメなんだよ。あ、なんとかマシになった。ここが全部ね、変えときゃいいんじゃない？デザインで。なんでもデザインっていや、いいみたいなね、ところあるじゃないですか。こういう感じ。今ここ何入ってっかなっていうのがチェックできる。今回はきらめくスイカをちょっとじゃあ入れて、でここはそうっすね、フグ入れとこう。はい、で1個入ったね、よーし、みんな準備は整ったぞ、準備は整った。まあ完璧ではないが準備は整ったぞ。ほいでここもほっとこうか。あ、そうだそうだ、もう一つ思いついたぞ。えい、
おお、だんだん閉まってきたね。閉まってきたね、見た目的に。はい、ちょっとガラスの瓶持ってきたので、これでね。おお、もう飛んじゃったか。いい音だ、いい音だぜ。え、それではね、実際に作るところまで行きたいと思います。まずデザーボート入れましょう、1個。で、次にメインとなるもの、これ何が入ってんのかな。あ、スイカか、1個で、スイカなら、今度じゃあこのグローソン入れようかなっていうことで、くっ、そうすると、はい、まずネザーボートから来てます。イエーイ、即時回復のポーションができました。これはね、使えるからね、いいんだけど、でさらに入れたい場合はこいつを回してあげると、このスプラッシュにもなるしっていうことです。はい、どうどう、頑張って作ってみたけど。で、取って、その取ったやつをここに入れてもいいよね。ドラゴンブルースも入ってるけど、まあそれ関連するもの入れときゃいいんだよ。これ取ると自動的にほら、水入り瓶がまた補充されるでしょ。そういう仕組みなんだよ、みんなこれ。どう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 、なかなかいいんじゃない？シンプルで。ねえ。はい、というわけでね、完成したぜ。マグニオリジナル醸造施設でございます。見た目的には悪くないよね。ちょっと裏側だけ補修しよっか。裏側補修して今日終わります。あ、かまど置かないと怒られちゃう、また。オッケー、かまども設置したし、後ろ側を壁作ったので、ここもほら見た目特に問題ない感じになりました。よし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 。あのね、この醸造台からね、完成したポーションをホッパーに引っ張り出す方法もあるにはあるんだけど、僕の知識では全然ダメでしたね。まあ、勉強したいと思います。今日はこれで終わります。じゃあす。地下にいてもラマの声聞こえてくるんですけど、あの、なんていうんですか、おっさんがうーんってやってるみたいな感じの声なんですよ。あ、今の聞こえた？なんかはい、今日もやってまいりました。よいしょ。マグクラ兄弟の幸せを祈願し、チャリーン、あ、マグロ大名ってオリジナル機構どうだった？よし、それでは動画の締めに画像紹介。一回使ったの覚えてるかな。うまいよねこれ、上手だわ本当に。松明の位置までちゃんとねやってくれてんだよ。これ紹介したかな、紹介したから、もう一回やっちゃってる気がするんだけどな。マグズワックスポータブル画像紹介。ほな、大マグロ大名人というわけで、今日はこの辺りで終了したいと思います。いつもご覧いただきましてありがとうございます。あ、そういえば師匠もド M 飛行やってたね。やっぱりあの人ね、うまいよねではまた次の動画でお会いしましょう。ティグサース。ん？ほな。